スーパーランカー来たじゃん。一番上の人、キュービーかなんかうまいんか、一番上の人。なんか見たことある人だな、一番上の。さっきの聖の人だね。ホカズさんって誰だよ。味方の番タイム。眠たくなってきたから毛量でニートしていい。敵の番タイム。毛量でニートしようかな。だよね、毛量で仮眠するか。味方のピックタイム。敵のピックタイム。どうだろうね、増長点硬いと思うけどね。これワンチャン3パか。そんな気するな。味方が何ジャングル取るかだけどな。毛量出したら、まあでも毛量でいっかな。眠てんだよねマジで。クマで毛量についてるか。まあ別にシナジー最悪クマについたらいいっしょ。毛量しとこう。これ3パっぽくね。いやそうか、クマに毛量で乗るとめちゃくちゃうるせえんだった。忘れとったねえ。クマちゃん聞いてるって延々とうるせえんだよねこれ。味方のピックタイム。くそ。いや構成いいんじゃないか。事故りそうだけどな、大丈夫か。でもこれレート高いのと当たってんじゃねえか俺味方。そしたら敵も高いの来てる。来た、最強じゃん。多分いいね、ピックはいいよ。毛量ニートすることはここに設計士がある。先般して勝てるのは羨ましいな。5、4、3、2。いやタマコあのクソ野郎。いやごめん、相手全然知らんわ。だよね、やっぱランカーパーティーだよなここ。この3人うちのサバ、猫サバのランカーだよねこれ。3パーでやってるっしょ。いややっとそろそろガチャガチャ当たりだな。また学園アリーナへようこそ。もうすぐバトルスタート。クマちゃん喧嘩。うん、相手知らないな。さあ対決スタート。よし取れた。取れてないね。今日の海火も綺麗な色をしているね。いやキュービのクソハラスね。これ刺さったな。 FB じゃねえか。ははは。いかついな。キュービクソハラスやべえだろそれ。刺さりましたね。それ防御塔に敵襲あり。幸先いいですな。
防御塔に敵襲あり。昔だったらね、この取っちゃったら事件だけど、今本当にバフと宝箱以外だったら関係ねえから気楽にいけるわ。ただ毛量1好き、早すぎて何が起きたかわからんかったけど、はい、うまい。味方が PK されたわ。敵を撃破したわよ。防御塔に敵襲あり。私の勝ち。いや、助けれんかった。コマちゃん、私のこと嫌いなの？いやー、てか今のマジでウルトは何をしに行ったの？ウルトかわからんかったね。誰か来とったんかな？俺がマップ見てなかった。クマちゃん、私のこと嫌いなの？唐突に飛んでって何が何だか分かんなかった。気をつけて、敵が消えたよ。え、何これ、まさかね。クマちゃん、うまっ。私のこと嫌いなの？敵を撃破したわよ。ん？毛量レーンなの？あ、違う、タモコレーンなんだ、草。このクマバカうまいんだよね。私のこと、敵のヤンヤンガードが撃破されたわよ。ランカーだよね、これガチランカーだからな。でも3パでレート上げてるのはいただけないですな。ソロ級じゃないんですか。まあでも大体みんなパーティーだよね。ソロ級やってない気がするな。ブラブラ君も多分パーティー上げてるよね。ん？ニキル？バカバカ、キルパクじゃねえわ。殺しきれんかったのをしっかりとわしが撃ったんだろう。まあ、ひどいこと言うな。取りこぼしを俺が一隙で拾ったんだぞ。よう言いますね。いや、そうだからメンヘラになるからめちゃくちゃ嫌なんだよね。クマに乗るとうるせえうるせえ。でもさ、これ誰かリスナーが言わんかったら俺気づかんかったんだよね。おお、ごめん、ちょっとミスった。ちゃんと受けますな。いや、わかんない。ブラブラ君最近ご無沙汰だから。私のこと嫌いなの？いや、この人はね普通にうまいと思うよ。キュービ使ってもうまいしね、確か。いやでもね、うますぎて俺ウルトをするのがちょっとよくわからんのだよね。パーティーだからだけど。私のこと嫌いなの？うお、延命。でもタマコ、クマちゃん、ボットレーン良さそうだな。タマコ相手は嫌いなの？クマゴールド免許、これ多分先生だよ。普通にうめえと思うな。クマちゃん、私のこと嫌いなの？防御塔に突撃準備、攻めて。味方が敵を撃破したわ。私のこと、味方が PK されたわ。味方が敵を撃破したわよ。味方のニャンニャンガードが撃破されたわ。味方のダブルキル、グッド。クマちゃん、私のこと嫌いなの？防御塔に敵襲あり。防御塔に敵襲あり。嫌いなの？引いて、力を温存して。クマちゃん、私味方が敵を撃破したわよ。うまくねえか、マジで。味方が敵を撃破したわよ。バカうめえな、おい、ドラテク。よう、こんな運転すんな、こいつ。めちゃくちゃうめえわ。俺が思う、あれ、打った？俺が思うルートではないルートから行くからね。一周回るんだよね、必ず。
要するに普通に来ると避けてくるから、そこじゃないルートから当たりに行くから、もう本当に訳がわからん。百目は引かれたね。俺のニスキに当たったかなと思ったけど違ったね。あと給湯中も普通にうまいね。まあでもあんまり気づいてないけど、おじさんのニスキも結構いい位置で出してんだけどね。分かる人には分かるね。多分クマの人は分かってると思うな、俺のニスキの良さを。いやー余裕ですねこれは。激強サンパを引いたな。防御塔に敵襲あり。私のこと嫌いなの？いやー給湯中強い。わかる今のこのタイミング、わかります？ビタコンでニスキを当ててクマのノックアップした後、俺のボフーンでハイパーダブル CC っていう、かっこよくねこれ。何そのやつ、わかる？今見えてます？ゴフっていうね。いやでもうまいな。給湯中マジでギリギリ戦うんだけど、粘りすぎじゃねそれ。強っ。給湯中めちゃめちゃ粘るんだよこの給湯中って。ドラテクを見せていく。いやすごいね。味方が PK されたわ。そして唐突に味方がバカになっていく。うまっ。バカうめんだけど。それよく今の逃げたな。怖すぎるわ。これガチプロだな。なかなかにしてこれはうまいぞ。いや今の俺絶対死んで俺落とされたなと思ったんだけどな。うまいな。馬じゃないクマだぞっていうね。そうだね。防御塔に敵襲あり。私のこと味方が PK されたわ。どういう風に何が起きてるのか全く分かんないな。味方のニャンニャンガードが撃破。ちょっとドラテク披露しすぎて味方の給湯中死んだけどね。くそ。見ていったぞそれ。面白い。嫌いな。面白い。いやでもそれにしてもうまいな。うまいっしょ、見たこれ。これからじゃあ弾くわけよ。これ毛量の正しい使い方ね。いやそれはちょいと危なくないか。キュービーいかずすぎんそれ。いやギリ。あーそうだね、あのメンテージタイムはグロマッチ進化だね。いやそれにしてもドラテクうますぎだな。シールドマシマシしてあげた方がいいね。これはクマちゃん私のこと嫌いなの？マジそれ。味方が敵を撃破したわよ。ちょっとミスった。味方のニャンニャンガードが撃破された。味方が敵襲ありうめえなこのパーティー。味方が撃破されたわ。クマちゃん私のこと嫌いなの？味方が敵を撃破したわよ。いやまんまですなこのパーティー。まして打ち方があえてね、変な方向からウルト打ってくるから、これ避けれんぞこのウルト。クマちゃん、私のこと嫌いなの？ねこのリコール何かっこ
こよくね。俺リコールのモーションよくわかんない。ルールは 何したらもらえるの。味方が敵を撃破したわよ。いやうまい、給湯中普通にうまい。ニスキ押し切れてなかったな、申し訳なかった。殺しきれんかったね。うまいな。私のこと嫌いなの。ああそういうことなんだ。いや絶対クマちゃんは嫌いじゃないから、そろそろこの音黙ってほしいな、マジで延々と言ってますね。実際 MVP40 くらいでマックスだよ。分からん。クマちゃん私のこと嫌いなの。ずっと言ってはるわ。いやでも案の定相手のてか相手のタマコやべえな。ビルド鈴鹿って目標買ってルビ通ってどうかしてるだろう。クマちゃん私のこと嫌いなの。味方が PK されたわ。味方が敵を撃破したわよ。強い。味方のアステリが暴走してるわよ。全員集合、一緒に戦うの。コマちゃん、私のこと味方のダブルキル、グッド。うまいね、バカバカうまいね運転すごいです。途中で当たりそうだからな。すごいな。味方にアステリが。いや平気でソロキルしてくからな、給湯中も。うまいな、本当に。ほぼ事故ねえからね。無事故無違反やでこれ。敵のニャンニャンガードが撃破されたわよ。こんなん来たらなえるわ。メンテですね。これ一発メンテですわ。ちゃんと免許解除講習式に来てもらわないといけないですね。これはこれ一発っすよ。スピード違反っすわ。結構なでかい点数引かれます。一発、まあ、飲酒運転ではないけれども結構痛いっすね。これは捕まりましたね。そしてここから味方が崩れていき GG になるパターンですね。唐突にみんな来るからな。発作したな。いやー来ましたね。いやでも1日講習すればすぐ免許取り直せるから、いやワンチャンこれ負けるからな、こういう時本当に本当にここから負けるからね。あの初版だから大丈夫、まだいいよ、許される。次やったら免停ですね検問、いや検問硬かったというか検問に突っ込んでってね自分から。うますぎてよくわからん。相手の
100目いいスキル打った。いや相手の100目仕事したね今、びっくりしちゃった。マジで？おお珍しい。何唐突にバカになるんだろうみんな。さあまあまあいや唐突にバカになるのなんでだなんでだ。やめろやめろ、焦るな焦るな。急に事故り出すな頼む頼む唐突に負けるのやめてくれ本当にマジで。いやでも正直な話、このレートの人たちがこれで負けてくるってことはもう俺のせいじゃないよ。なんかよくわかんない見えない力が働いてるってことだよ。いやだってこれうちの沢のガチランカー3パでしょ、それが負けるってわしゃのせいじゃないよね。ブチ切れてるけど3パじゃなかったこれバンちゃん頭おかしくなっちゃった頭おかしくなったな急騰につけてやった。急騰についてやってもいいけどいけるのか。急騰につくつかないの問題ではないと思うんだけどな。俺先に予言すると急騰につき早々に急騰値を落とされて俺も落ちるっていうパターン俺見えたよ。引いて力温存して。大丈夫か。する最後幽霊はお風呂に入るか。防御灯に敵襲あり。いい質問だね。敵のアステリが撃破されたわよ。味方がピーケされたわ。に敵襲あり。敵のダブルキル気をつけて。味方のニャンニャンガードが撃破されたわ。引いて力を温存して。味方にアステリが現れたわよ。危ねえ。いや、給湯中どうのこうのの問題ではねえよな。大丈夫なのか。なんか余裕ゲーだと思いきや意外に渋いな試合が。キュービー頭おかしくなってるからダメだね。虫は強気だね。まあうまいけどねこの虫。 A で回復できると見込んだんじゃない。引いて力温存して。いやー敵処理したな。アリーナって楽しそう。行ってみよう。ガルダうまい。PK されたわ。な味方が PK されたわ。敵のダブルキル気をつけて。味方のアステリが撃破されたわ。そういう問題じゃねえんだよな。クソったれ。基地に敵襲あり。なんで負けんだこれで。もう頭おかしいわ本当に。俺は何も悪いことしてない。俺は至って真面目に毛量使ってたわ。リベンジするわよ。なあ言っただろ急騰中じゃねえんだよマジで。そういう問題じゃねえからマジで。いや負け方がしょうもない言った通りの負け方するからな。敵うまかったか。いやクマバカうまかったけど
負け方が本当にしょうもないよな、さっきから。しょうがないね、まあ、こういうことですってことですわ。以上、悲しみの、まあ、毛量ですね。まあ、そもそもやはり毛量クマにつくとマジクソうるさいですから、これでもこれ私言われるまで気づかなかったんですが、言われてからもう気になるようになっちゃって、あまり極力毛量でクマには乗りたくないぐらいまでありますけどね。まあ、今回に関しては最後、まあ、百目の町がぶっ刺さって、即死して終わっちゃったというような試合でした。まあ、ただ、クマのトラテクは とてもつもなくうまいですので、ぜひ参考にしてみると良いでしょう。チャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。